さんです。今回はシュガーラッシュオンラインを見てきたのでレビューしていきたいと思います。はい、シュガーラッシュ公開日に見に行ったんですけど、動画作る余裕がなくてちょっと遅くなってしまいましたが、はい、まずシュガーラッシュ1の方なんですけど、1は面白かった。すごい面白かった。最近見て、最近というか、オンラインを見る昨日、見るのというか見る前に見た。1。これでまあディズニーのアニメやから、まあ面白くないことはないやろうと思って見てたらすごい面白かった。銀さんはズートピアが大好きなんですけど、もうこのズートピアに並ぶぐらい面白かった。なんというか遠慮してない感じがして、子供に対して悪役の最後の怪物になる姿とかもすごい気持ち悪いし、で1作目は10点です。今回2作目続編なんですけど、マイナス点上げると子供には分かりづらいかなって思った。オンライン Wi-Fi とかインターネットの知識をちょっと、まあちょっとでいいから初歩的な情報を知ってないと理解しづらいと思う。ストーリーとかそういう話の展開というか、あとディズニーって吹き替えで見ると英語表記なのが日本語表記に変わってるんですけど、今回それが雑でした。なんて言えばいいかな、シュガーラッシュオンラインの中で YouTube みたいな動画サイトの話が出てくるんですけど、この動画サイトのコメントを見るシーンがあるんですよ。動画のコメントを、そのコメントが最初英語表記 で主人公がそのコメントに近づいて読み上げていくシーンになると、スクリーンいっぱいにコメントの画面が流れるんですけど、その時になると日本語表記になって、で主人公メインで背景にそのコメント欄がある時は英語表記になってたりして、なんかさっきまで日本語で喋ってた、じゃあ日本語でコメントしてたとか英語でコメントしてるっていう背景で起こってて、アイコンとかでわかるんですけど、なんかまあ大変っていうか編集作業が大変なのはわかるけど、あとラルフがしてるこのハート型のあれはメダルじゃないけど、あれも私のヒーローっていう、一作目見てたらわかると思って、私のヒーローっていう、メッセージが書いてて、その私のヒーローっていうこの大事ななんていうんやろ、バネロペやったっけ、バネロペから送られてきた私のヒーローっていう大事なメッセージさえも途中で英語表記になったり日本語表記になったりもバラバラで、なんか統一してほしいなと思った。それぐらいかな、マイナス点は。あとはまあ某 YouTuber さんが声優で出てるんですけど、一言二言だけ言って終わるんですけど、まあ映画の中のキャラクターが何これダサいみたいな言ってたから、まあそれは良かった。確かにダサい。ディズニーもなんでこんな脚本っていうかセリフにしたんやろ。良かった点、結構子供、最初にも言ったけど子供向けじゃないかな、終わり方とか。ハッピーエンドやけど綺麗なハッピーエンドじゃないというか、
方は2の方が好きやけど、ストーリーで言うと1の方が好きかな、銀さんは。はい。で、今回、シュガーラッシュの点数は10点です。もう良かった。ツッコミどころあったけど、まあ、それを上回るぐらいのいいエンディングというか、で、うん。あと結構ついてた。インターネットの怖いところがついてたし、最初の方に、この広告みたいなのが人で来る、広告をしに来るんですけど、看板とかパネルを持って、人妻と出会いたいで、出会いたくないですかみたいな、結構子供にそんなの分かるんかなと思って。出会い系ですよね。人妻って、しかも人妻っていう、ディズニーのキャラクターのセリフで人妻って出てくるとは思わなくて、って思った。あ、あともう一個、ツッコミどころというか、バネロテは、バグの存在、バグを特徴とした存在なんですけど、そのバグを利用して、レースの途中にそのバグを使って壁をすり抜けたりするんですけど、なんでそこでせえへんねんっていうところで、バグを使用しなかったり、なんか、便利すぎ